はい、それでは平成29年度の行政改革の取り組みについて、まあ、私からご説明をいたします。まず総括表の3枚の綴りの方を見ていただきたいんですけれども、まず左側が定員の管理等でございます。まあ、今回はですね、まず、行政改革、この平成16年から26年までの10年間で、相当な成果があったんじゃないかと思いますが、その後も引き続き、着実に進めているということを、まとめております。この1の1をご覧いただきますと、26年4月までの10年間で 20%、832人の削減目標と言ってましたけれども、実際には 21.0%、870人の削減が達成できました。全国トップクラスの取り組みだと言えると思っております。ただ、国地方ともにですね、引き続き厳しい財政状況というのがありますので、行政の一層の簡素効率化を進めるということで、ご承知の平成27年2月に新しい定員管理計画を策定しまして、5% 削減、一方重要施策等で 2% の範囲内で必要な人員を措置をして、順減としては 3%、 ちょうど100人以上の削減を目指すと。これは一般行政関係ですけれども、でこれまでの3年間で 2.1%、 68人の削減見込みになっております。そのことの骨子がその下の、産業の四角で囲んだところにございます。で16年4月から29年4月までの13年間で見ますと 22.6%、 940人の削減だということであります。以下教育関係も、これは定員管理適正計画が一般行政部門より1年遅れになっておりますので、少し年度がずれておりますけれども、もうここに記載したとおり、着実に進捗をしております。なお平成29年4月までの2年間で 0.9%、 8人の削減見込みとなると、5年で 3% の順減ということから見ると、ちょっとペースが遅いように見えますけれども、今後、県立学校事務の共同処理等々で、それなりの削減が達成できるというふうに見通しになっております。また警察についてもですね、さらに1年遅れの計画で進んでおりますが、順調に来ております。なお教育部門も警察部門もですね、新たな定員管理計画というところでは、教員の方、それから警察官、制服の警察官の方は、除いた、数字になっているわけであります。ただここに書いてあるように、例えば教育部門で言えば16年4月から10年間で 5.5%、 520人の達成削減とあるのは、教員の方も含めた数字になって、教員の方は随分増やしながらも 5.5%、 520人の削減になっていると、こういう意味でございます。から丸4に言っていただいて、こういう企業関係もですね、企業国等でも組織統廃合や民間委託の推進等で成果がっておりまして、最近までの13年間で 41.9%、 83人の削減見込みとなっております。また中央病院については、事務や現業職員の削減は、行います。一方でですね、がん診療連携拠点ですとか先端医療リハビリ、こういったことで医師看護師等223人の増員をしておりますから、これはそうした医師看護師なんかも含めれば13年間で174人 20.5% のむしろ増員というふうになっているわけでございます。で全体通して普通会計ベースで見ますと、その下の
枠の中をご覧いただきますと、10年間で 8.6%、1354人、また29年4月までの3年間で 1.3%、186人で、13年という計算しますと 9.8%、1540人ということであります。また教員や警察官の方を除いた普通会計ベースの数字はその下にございまして、説明簡略にしますと、16年4月からの13年間では 24.0%、 1410人の削減見込み、また全部門ではですね、今ほどお話したように、少人数教育に関わる学校の先生や警察官、医師、看護師を相当増やしておりますから、13年間では 8.6%、 1449人の削減見込みとなっております。なお給与の臨時的減額ですけれども、27年度で、構造的財源不足は、解消ゼロということにはなったんですけれども、国地方ともに厳しい財政状況にあるということで、28年度は経過的な措置として特別職や管理職について臨時的減額を実施いたしましたけれども、29年度においても引き続きですね、県財政の健全性の確保が図られるという見通しになりましたので、給与削減はこの機会に廃止するというふうにいたしております。この辺の説明はですね、特にこの総括表の3枚目を見ていただくと、3枚目の左半分にですね、平成16年以来の、26年までの10年間、これが中ほどの中小計欄、一番右側の合計欄は、これまでの13年間の、定員削減等の数字が整理してありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。また今ほどお話した給与の臨時的減額につきましては、これまでの経過は同じく3ページの右上の方にこれまでの経過が上がっております。で、一般職についてはですね、もうすでに、27年度で給与削減終わったわけでありますが、地域手当みたいなものを入れてもそれなくしたんですけれども、管理職や特別職は少し続けてきた、経過的に続けたと、今回それを廃止するということでございます。で、1ページに戻っていただいて、そうしたことの結果、人件費の抑制効果としては、普通会計ベースで職員数が1534人削減 9.7%、 また企業会計含みますと1469人、 8.7%、 から人件費の累積の削減効果額は1447億円ということになっております。また単年度で言いますと、平成28年度の人件費と16年比べると単年度で182億円、 16% の削減という見込みになっております。この点については、この総括表の2枚目のですね、右上のこの棒グラフをご覧いただきますとよくお分かりいただけると思いますので、またご覧いただきたいというふうに思います。それから次にですね、もう一度1ページに戻っていただきまして、右の方の新たな政策課題に対処するための組織の整備と簡素効率化の推進ということでございます。で、第1点は県行政の総合調整機能の強化と観光交通行政の 一体的な運営ということでございます。で、この枠の中にありますように、総合計画ですとか観光戦略、総合交通政策、国際関係政策などの企画立案や各部局との総合調整機能を強化しますために、この機会に支持政策局と観光地域振興局を再編する、合わせて少子化対策や女性をはじめ県民の活躍に係る政策や働き方改革などの総合的戦略的な推進を図るということで、生活環境文化部の
男女参画県民共同化を移管して再編強化するというふうにしております。でその下を見ていただきますと、まずはそうしたことの結果、地位政策局を総合政策局に改組しまして、その局のもとにですね、総合計画とか地方創生広域連携、こういったことを比較立案する企画調整室を設置いたします。でその中でも少子化対策、女性活躍の推進、また NPO 法人との共同とかいった県民活躍、働き方改革、また先ほどの男女参画県民共同化の移管、それから観光地域振興局の人口減少担当とか、商工労働部の労働雇用課の教育福祉係、こういったものを再編しまして、少子化対策、県民活躍課を新設する。で、この課にですね、女性活躍、働き方改革推進班というのを設けることにしております。また東京オリンピック・パラリンピックも近い。また平成31年度冬季国体も予定されておりますから、一層の競技力の向上を図る、障害スポーツの振興を図るということで、この機会にスポーツ振興課を新設いたします。また経済文化観光はじめですね、多岐にわたる国際関係施策の企画立案とか総合調整機能強化ということで、これまで観光地域振興局に国際化があったんですけれども、町内全体の国際関連業務を、企画立案し調整するということで、総合政策局にこの機会に移すというふうに、いたしております。一昨日も香港の貿易発展局の副総裁見えましたけれども、観光地域振興局に限らず商工労働部あるいは農林部もですね、グローバル化の中でどんどん諸外国との経済交流等の面でもっともっと力を発揮してもらわなくちゃいけませんが、そのためにも総合政策局に国際化を置いて、企画立案や総合調整をしてもらおうとこういうふうにしております。から2つ目の丸2ですけれども、立山黒部の世界ブランド化、また世界で最も美しい富山湾の活用と保全、ということなどの観光振興と地域活性化、それから交通関係政策を一体的効果的に推進しようということで、観光地域振興局を観光交通地域振興局に改装いたします。でここにですね、これまで地域政策局にありました総合交通政策課を移管すると、このことによりまして、地域交通や国際航空の活性化と観光政策とできるだけ総合的効果的に進めていくということにいたします。またこの総合交通政策課のもとにですね、組織再編しまして、地域交通と新幹線政策を一体的に推進するための地域交通新幹線政策課長から航空等については航空政策課長を置くということにしております。また観光につきましてはですね、多岐にわたる観光振興政策を戦略的効果的に推進する体制強化ということで、観光化、従来の観光化を観光振興室というふうに改装いたしまして、この室のもとにですね、観光戦略課長、コンベンションにぎわい創出課長、美しい富山湾活用保全課長を配置するということにいたします。これらのですね、全体像、大体読んでいただいた通りでありますが、念のため申しますと、本文、この分厚い方の本文の12ページ以下を、ご覧いただければ、一層詳しく書いてございますので、ぜひ、ご覧をいただきたいと思います。
からこれらの結果17ページをご覧いただきますと、今回の組織整備見直し後の新たな組織機構の状況ですけれども、28年度と29年度を比較しますと、旧部局で部局内の組織のはトータルでは4室65課42班155係だったのが、まあ、係が1つ減りまして、基本的には4室65課42班154係ということになりまして、まあ、組織の簡素効率化はですね、しっかり守れていると。なお、この課の65課の中には、所属内課長、まあ、11が含まれております。まあ、例えば、今ほどの観光、振興室に、観光戦略課長とか、コンベンション、にぎわいスーツ課長、美しい手山湾活用前課長、こういうのを言ったり、それからしておりますけれども、こうした課長さんはこの所属内課長ということでここに上がっているわけでございます。それからですね、先ほどの総括の1ページにお戻りいただきまして、2の、その下の2の各行政分野における組織体制の事実強化というのをご覧いただきますと、まず丸1としてはですね、従来の児童青年家庭課を子ども支援課に改める、まあ、そのことで子どもに関する制度や事業を所管する組織としての位置づけを明確にいたしまして、また管理係を子ども育成係、家庭係を家庭福祉係に改装しまして、また合わせて児童相談所の児童福祉士を3名ですね、増員することにしております。また県内の農林水産物の国内外の販路拡大、また富山米の新品種の販売戦略の企画立案に取り組もうということで、農林水産部に担当参事を配置しまして、そして農林水産企画課にですね、市場戦略推進班を、まあ、設けるというふうにいたしております。これはこの部分では1名増員になります。またその下のサイバー空間における、まあ、犯罪対策ですけれども、これは従来県警にありましたサイバー犯罪対策室をサイバー犯罪対策課に改装いたします。また犯罪課にありました財産活用推進係を、まあ、県有施設総合管理推進班ということにしまして、県の公共施設等の長寿命化とか効率的効果的な維持管理を進めることにしております。まあ、そのほかですね、組織の簡素化業務の効率化の見直しということで、丸3のところに6項目を伺っておりますけれども、まあ、大体これをご覧いただければと思いますが、特にこの丸2のところはですね、身体障害者更生相談所と知的障害者相談センター統合しまして、障害者相談センターを設置して、まあ、障害者などからの多様な相談に一元的に対応しようと、こういうふうなことでございます。まあ、あとは大体ご覧いただければお分かりいただけるかと思います。それから1枚めくりいただいて、2ページ目の左をちょっとご覧いただきますと、県有施設の適正な管理と有効活用ということで、まあ、公共施設等総合管理方針に基づいて、長寿無化とか効果的効率的な維持管理を進めていこうというふうにしております。また28年度末までにダムなどの計画を策定予定ですけれども、29年度はさらに土木構築物に関わるダムですとか砂防設備の長寿命計画を策定することにしております。また地滑り防止施設の計画策定に着手いたします。また県有未領地の売却有効活用等は、まあ、これまでも太陽光発電とか自動販売機設置事業者の公募による貸付等々を行ってまいりました。
それから公の施設の管理運営の充実見直しですけれども、まず指定管理者制度の導入によりまして、まあ、これは引き続き、まあ、県民サービスの向上と経費節減に努めるということで、まあ、累計ではですね、導入前に比べて約19億円の経費節減になっている、まあ、サービス向上も図られているというふうに思っております。また富山県産業展示館テクノホールですね、これはご出資のように今年の10月にオープンすることを目指して、多機能型の展示施設、ホワイエ商談会、駐車場、こうしたものの整備を進めております。またものづくり研究開発センターや総合デザインセンター、薬事研究所の機能実施のための設施整備ですとか、また富賀運河冠水公園の利用者の利便性向上のために立体駐車場を整備するということにいたしております。からその下の県民共同公民連携につきましても、それぞれここに記載したとおりいろんな取り組みを進めております。また事業の点検見直しではですね、239件の事業を見直しまして、約 6.4 億の節減を図っております。またその下ですけれども、第2次情報システム全体最適化計画第1次計画の進捗状況、まあ、当初の数値目標は2割で 20% で、年 3.3 億円の削減見込みを立ててたんですけれども、まあ、実際には、まあ、より効果が高まりまして 25% の削減見込み、年で 4.1% ということになっております。まあ、このあたりは、まあ、ご関心の向きはですね、36ページを、まあ、ご覧いただきたいと思います。本文の36ページですね。でここに情報システム関連の最適化計画の説明がございますけれども、まあ、ご覧いただきたいと思いますが、はじめは29年度当初までに、情報システム関連経費2割削減としておったんですが、いろいろお職員も努力してくれまして、これを上回る 25% 削減、年 4.1% 1億円ぐらいのペースで適正化が進むと、まあ、これも引き続きですね、情報システム最適化を進めていきたい、まあ、このことは37ページの上の方をご覧いただければお分かりいただけるかと思います。それから先ほどの総括の方を戻っていただきまして、7つ目の項目は働き方改革、女性活躍の推進、職員の能力資質の向上ということでございます。で働き方改革につきましては、まあ、県庁にですね、働き方改革推進チームというのを作りまして、これは座長を今のところ経営管理部の次長にしまして、メンバー各部局の次長に入っていただいてですね、まあ、チームのもとに若手や中堅職員によるワーキンググループを設置して、まあ、ライフスタイルに応じた多様で柔軟な働き方の支援、またそのことがその下の女性職員の活躍のための就業環境の整備などにもつながってくるというふうに思っております。で女性活躍につきましては、まあ、かねてから、まあ、就業環境整備とか能力開発とか意識改革、女性職員の登用を積極的に進めてまいりましたが、ここにありますように管理職への登用目標では35年4月までの10年間で 15% 以上としておりますが、まあ、すでに28年4月で 11% まで上がってきまして、まあ、全国では5番目となっております。まあ、29年4月にはこれから、まあ人事異動なんかも予定されているわけですけれども、まあ、なるべく適材適所ですけれども、女性職員の登用ということにも積極的に取り組んでいると思っております。あと若手職員の能力発揮から民間や国への職員派遣から UIJ ターンを促進するための採用試験の実施、
から業績評価制度の実施、また評価結果に基づく処遇への適切な反映、まあ、こうしたことに努力してまいります。またまあ、一番最後になりますが、計画的な行政運営と地方分権改革の推進ということで、まあ、現在新しい、まあ、総合計画の策定に取り組んで、まあ、10年間の新たな中小企業ビジョンを策定する。また富山未来創生戦略は昨年3月に改定しておりますけれども、これも着実に推進する。また昨年の夏、経済文化長期ビジョンを策定しましたが、まあ、今度の予算編成の中でもこうしたものも反映させていこうと思っております。またオープンで分かりやすい県政ということで、まあ、従来のタウンミーティングのほかにですね、県政ふれあいトークとか、まあ、いろいろ工夫をして、まあ、できるだけ市町村、また地域の皆様、いろんな方とですね、しっかり対応してですね、共に富山県を盛り上げていく、まあ、こういうことで進めてまいりたいと思います。まあ、このほか地方分権推進するには、地方税財政制度の改革その他も必要でありますから、引き続き努力してまいります。今申し上げたような点は、本文で40ページ以降に、もっと詳しく、書いてございますので、また女性活躍について45ページなどに詳しく記述をしております。若手職員について46ページ、また未来創生等への取り組みについては51ページ以降、記述しておりますので、まあ、ご覧いただきたいと思います。なお巻末57ページからですね、今ほど申し上げた組織整備、もっと具体的に組織図として、示してございますので、まあ、ご覧いただいてですね、また誤解のないようについて、よくご理解をいただければと思います。以上で私の説明を終わらせていただきます。